こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、スティックカチカチ奏法って言って、スティックのこのバディリッチが使ってるやつと、もう一つ、二つ紹介します。一つは、バディリッチの、これですね。音量はあんま稼げないですけど、効果音としては面白いかなと。で、ジョジョメイヤーも非常に、ジョジョメイヤーなんかこういうのも使ってやってますけど、まずは、基本形は、普通に、叩いたら、ここでキュッて止めるイメージで、でレギュラーだとこの2本でうまく挟むとやりやすいです。でタンタカだったらタンタタタンタタタンタタタに、1個目の時はここは動かさずに、要は叩く方が向こうに行っちゃうと叩けなくなっちゃうからね。タンタンタタタンタタタンタタンタだったら、タタンタ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 っていうふうに。で、いろんなリズムが叩けると思う。きっちり練習するといろんなフレーズ、ユニゾンでこれで、タッタカ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 タ。かっこいいかもしれないですよね。ギターとデュオなんかでやってる時なんかに、途中でドラムセットやめてこれっていうのもありかなと思います。で、これ、ちなみに、マッチドでも昔練習しました。やろうと思えばできます。マッチドの場合は、ちゃんとこう、グリップをこうしといて、ここを使う方がやりやすい。右は一緒なので。ちょっと練習の、この、反対の方を弾くタイミングはちょっと練習が必要です。で、もう一個は前にも紹介したんですけど、こっち持ちでもいいですが、これですね。これはもう普通にこうですね。カスタネット奏法って言ってるんですが、これね、ちょっと怖いんですよ。ここに、手前、怖いから結構みんな手前でこうやってやろうとするんですけど、ここの指自体をここのギリギリまで持っていかなくちゃいけないんで、ここに当てに行く感じです。で、当たっちゃうと痛いんで、この感覚です。だから、ここをこう稼働させて、ここはしっかり鉄棒みたいに持っといて、ここら辺で手をこう揺すらなきゃいけない。結構かっこいい音が出るんですけど、結構練習しておかないとミスります。バディリッチのとこうカスタネット奏法っていうやつの2つの、あんま使うことないですけど、これどうやってたんですかっていうね。これは普通にこのミスターハイハットのね、やつも多分こういうやつなんで、動きは一緒だと思いますが、こういうのがね、こうやってタカ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 シンバルとかで叩く人もいるので、この辺の説明でございました。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。